ドーベルマンは、ドイツ原産の原種である。ドーベルマン・ピンシャー、ドーベルマン・ピンシェルとも呼ばれる。19世紀末、ドイツの駐輪原州に住んでいたブリーダー、カール・フリードリ・ヒルイス・ドーベルマンによって警備権として、ジャーマン・シェパード・ドッグとジャーマン・ピンシャー、ロットワイラー、マンチェスター・テリアとの交配により生み出された。カール・フリードリ・ヒルイス・ドーベルマンは、 税金徴収官を仕事としていたため普段より現金を持ち歩くことが多く優秀な警備権の必要性を感じこの犬を生み出したとされる断耳されていないドーベルマン体毛はごく短い体は細身だが全体的に筋肉質で敏少性総力に優れるその優美な筋肉質のスタイルから犬のサラブレッドとも呼ばれる 一般的に本種のイメージとされる、尖った耳と短い尾は、子犬の時に、両方とも切断、切除することで得られるスタイルであり、本来は長く垂れた耳と細い尻尾を持っている。また、この他にも前足の狼指を切断している場合も、多い。これは、外見的な理由の前者と違い、狼爪による怪我を防ぐ目的が強い。一般的に、ブラック。 レッドが多く、ブルー、イザベラ等もある。また、眼下周辺、尾甲部、胸、足先に、単色のマーキングがある。アルビノである白い個体も存在する。ブラックとレッド以外の毛色は、色素欠乏などの理由により特定の疾病が、発症しやすいため注意が必要となる。正面がお労働犬、警備犬として、品種改良した犬種であるので、 難しい訓練にも耐えられる非常に頭の良い犬である。軍用犬、警察犬、麻薬探知犬、番犬、盲導犬等として訓練され、各分野で活躍している。飼い主に対しては非常に従順であり、強い忠誠心と忍耐力を持つが、家族以外の人間、他の犬に対しては警戒心が極めて強く、 縄張り意識も高いため攻撃的になりやすい側面を持つ。飼育する場合は厳しい訓練や適切なコミュニケーション、十分な運動を行える生活環境が必須であり、初心者には向かない犬種と言える。本種に見られる疾患症状で代表的なものには、フォンビルブラント病、遺念点、股関節形成不全などが挙げられる。またブルー系色の個体には、 ブルー・ドーベルマン症候群と呼ばれる部分的な脱毛がある場合が多い。ABCDEFGHFC スタ、no. ンダードナンバーワン43国際畜研連盟2019年12月10日閲覧サラブレッドもドーベルマンも人工的に作り出された品種である。動物愛護の観点から近年は耳や尾を切除しないドーベルマンも多い。 ありがとうございます。